ろしくお願いいたします。自然言語処理研究室の多田太郎がこれから、こちらの、題の、文献を紹介させていただきます。まず、臨床用語の、解説、臨床用語の説明の意味認識と、正規化のための、機械学習手法の提案となっています。失礼しました。こちらの文献はですね、で、臨床関係の説明は、短いテキストであることが多く、同義語だったり接続語など表記例などを多く含みます。また、記述用語を正規化された記述にマッピングするには、ルールベースだと専門知識が非常に必要になってしまい、実質解説することは困難となってしまいます。訓練データ構築のため、専門用語辞典によって病院のソーラスデータベースに、照合した説明を、使用し、個体、共通特性を含む、記述ペアに基づいた特徴ベクトルを、生成します。表記例を含む、用語と等価クラスを発見するための教師なし学習アプローチの提案というこの4つになっています。重ねてになってしまいますが、電子健康記録、こちら電子カルテなどと考えていただければいいと思うんですけどは、表現力を、いろんな情報を入れるためにフリーテキストっていうのが使われていまして、専門家にそれと、相反してなんですけどフリーテキストのため表記例だったり、タイプミスだったりっていうものが多く出てきてしまいます。こういったものの、正規化というのは、このバイオ NLP においては、長年にわたる問題であります。また臨床情報を抽出するために重要な概念を臨床の音内のテキストから参照用語に自動マッピングするということは、ちょっとこちら一番上のものとちょっと重なってしまうんですけども、重要な課題となっています。この論文では、アクセントと XG ブースト分類器を使用した機械学習アプローチにおいて、従来のソフトストリングマッチング法と N グラムの文字と単語の特徴を調査しています。また分類性能を向上させるために表記例だったりミスタイプというものを検出することによって新しく機能を生成する教師なしの学習アプローチです。モデルはこのようになっています。まず表記のデータセットです。こちらは、アルゼンチンにある、イタリアのデブエノサイレスという病院の、インターフェース用語の、問題リストに基づいて、データセットを構築しています。失礼しました。特定の、コンセプトを、定めるために10以上100以下の臨床概念を選択する必要がありそれを選択しています。記述セット、トレーニングセット、評価セットはすいません見にくいんですがこのようになっています。訓練のデータセットは、
77万7585の負のサンプルと、396,032の正のサンプルの合計を、用いています。正規化を行っていく上で、N グラム文字空間ベクトルに加えて他の、文字ベースおよびトークンベース類似性メトリックに基づくハイブリッドソフト TFIDF 手法を検討します。こちらの以下の5項目について、こちらの文献では触れられています。書かれています。こちらはまずはじめに最初のすいませんこちらの一番上のインフォメーションリトリバル &TFIDF というもので、アプローチとしてはソフトTFIDF を使用しています。フェインの、シソーラスデータに、既に存在する用語に新しい記述を一致させて検索を行っていきます。用語の集合は、文字 N グラムに基づく TFIDFの重みを使用してベクトル空間モデルで表しています。またコサイン類似度を用いて類似スコアを得るということを行っています。次にストリングシミュラリティメトリックスです。ジャックカードと、ソレンセンダイスの、相関が、高いことから、これらを、使用して機械学習アプローチの分類モデルに適用するようにしていきます。ただこのアプローチには、フォルスポジティブとフォルスネガティブの両方の場合に、限界があるとこの論文では書かれています。すみません、機械学習、ストリングマッチングの機械学習のアプローチでは、表記揺れだったりタイプミスの、は、同記号を生成するバリエーションの原因としており、こちらの例だとすいません、非常に分かりにくいんですが、4つのペアを例に挙げているんですが、こちらのアルファベットが1つ違う程度の差異なんですが、これは、意味が異なる、文章になっています。これらの例もあるため、分類アルゴリズムの学習のために特徴的なデータセットを、作成していき、はい、作成していきます。また学習のハイパーパラメータは5倍交差検定を使用して調整しています。こちらが先ほど触れた特徴セットです、データセットです。S1 から S10 までのデータセット特徴セットを作成しています。各、
物の位置づけはすみません、非常に分かりにくいんですが、このようになっています。次にアンスーパーバイズドラーニングオブシノニムスですね、アブリビエーション&タイポスです。意味的に等価な文字列の集合を生成して、意味的に等価な対は、記述の対の間の、単語の相違を用いて推論することができます。ベクトル空間モデルで用語の代わりに概念クラスラベルを、特徴とし、して、使用することで同義語の問題に対処できるとしています。意味的に等価な対は、より大きな集合に、拡張することができ、向こうグラフを構築し、すみません間違えてますが、対象を、頂点とし、等価な、対をエッジとして、考慮します。グラフ内の接続された構成要素を検出することができ、場合によっては用語のクラスター化をすることができるとしています。すみません、これも見にくいですね。ここまでを踏まえて、実験を行った、結果です。先ほど触れましたが、ハイパーパラメーターは、F1 測定値を考慮して5倍の交差検定により決定しています。先ほど挙げた、こちらの、データセットの S1、SQ、S9、S9、S10を組み合わせることによって高い F1 スコアを達成することができたとしています。こちらのリコールとプレシジョンのグラフも形としてはいい値になっています。また右が各評価値でのスコアです。コンクルージョンです。こちらの、生物医学用、臨床用語の正規化へのハイブリッド、組み合わせによるソフト TFIDF および機械学習アプローチを提示し、 F1 スコアが良好であり、ランクも平均的な平均結果を示すことができました。記述とその文脈の相違に基づく新しい特徴の作成は、機械学習モデルが構文的類似性が低い意味的に同等の記述の対の検出を改善し、学習によって高い構文的類似性を有する非意味的に等価なものを破棄することができました。まあ、結果として以前に課題として触れたフォルスネガティブ、フォルスポジティブが、減少させることができました。また、説明、臨床における、説明文章の自動コーディングや、一般的な、参照や解決などすいません参照解決などさまざまな問題で使用することができ、失礼しました、略略語となってますが、表記例や略語、ミスタイプなど、エリアスと同義語リスト、スペルチェッカーのような、追加リソースを、他の研究では行っていることもありますが、これでは必要と
せず、実験することができました。また、こちら、データスペイン語と英語が混じったものなんですが、特に学失礼しました。多言語でも、利用が可能ではないかと触れていました。まあ、ただしこのアプローチでは、最初に触れた、こちらのシステムの、検索エンジンによって、検出されてなかされなかった結果というものは、対象としてないので結果に反映されていません。以上で発表を終わります。